はい、あの本当にまん延防止が出ているので皆さんあの、感染対策あのし続けてくださいね、ちょっと緩みやすいけれどそしてあの心の中はイエス様の、ね、平安で満たされて生き続けてほしいと思います。However, we pray that our heart Is completely covered by Jesus. イエス様の知識は本当にコロナよりも勝っております <laughs>。The blood of Jesus is higher than COVID-19.、はい、そして、えー、と今日からですね、前回、アヤちゃんのメッセージしてく,ださしてくれたあの5つの目的があ終えて、えー、今日から新しいシリーズに入っていきます。今年 so Um, the series of, um, それがあのルカによる福音書を、えー、今年、えー、見ていきたいと思います。So whole, uh, あの福音書って最初にある聖書の最初にあるんですけどあの記事はあのイエス様が歩かれた ケンチョニコツズラレテルンデスケレデモ。そして、ウカニョルフクインショウは、あのフのインシに書いていないことがまあいくつかあるんですよね。 なのであの、まあルカ、ルカってお医者さんなんですけど、東京にね、聖六カ病院ってありますね、日野原先生が亡くなられましたけど。あの、聖六科っていうのは、そのルカ,ルカから取ったと聞いたことがあります。で、そのルカが、

であの、パウロがあの第二テモテでルカのことをこのように言ってるんですけど。パウロが獄中にいた時にですね、孤独な獄中生活でアジアにいる人はみんな私を離れていったが、

<laughs> で本当にね、そんなこう強いパウロに最後までこうついていったルカって、すっごい、まあ、信仰もあるけど人で人、人としてもすごい魅力的だなって私は思うんですよ。だから思んでルカにルカによる福音書はあの本当に。 人としても学ぶし、信仰者としても本当に学べるところだと思うので、あのこのシリーズね、あの楽しんでほしいなと思います。Enjoy learning this together. それで今日は1回目は、 えとルカによる福音書の1章の5節から25節でちょっと長いんですね。今日、so、はルーの1:5-25です。でもあのこうなんか説明しながらちょっと聖書を読ん,でいくので読んでいきたいと思います。So はい、えー、じゃあ祈りたいと思います <me>、えー、神様今日も本当に新しい日を与えてくださってありがとうございます God, 私たちを本当に一方的に愛してくださっていることありがとうございます God, you 今日から新しいシリーズルカによる福音書を学んでいきますはい コノナカレアナタガカタリタイゴトワタシタチ、キクゴトガデキリオニ、ココロトトノエテクダサイ。And please、um, help us to help us so that we can listen to what we want to tell us.Help、uh, us to help us so that we can open オンラインで聞いている人たちの中にも本当にこの恵みが、イエス様の恵みが届いていきますように。またコロナの中で苦しんでいる人たち、病の中にいる人たちに神様どうぞ、本当に恵みを触れてくださいますようにお願いします。うまいいういます。ういます。 イエス様のお名前で祈ります。今日のタイトルは疑いを超えて働く神です。このタイトルを聞くだけで興奮しませんか、so、もう結論です、<laughs> これは。もうこれが言いたい。<laughs> 神様は皆さんの

これから疑った人を紹介します。そのの列にははは私もも入入るんんでですすけど And of course まあみんななりますよね Everyone is included. いいずここであのー 聖書の中にザカリアという人が出てくるんですけれどまあ5節からずっとザカリアについて書かれていますザカリアというのはヨハネのお父さんでザカリアはあのえっとどういう人かザカリアで奥さんあのザカリアはどういう人かというと えとあ奥さんはエリザベ,エリザベスという名前ですね。Wife, is, um, で、6節読むとザカリアとエリザベスは2人とも神の前に正しい人なんですよ。The, the six, the both, で、主のべての命令ととととと

みんなちょっとちゃんと読んでるせえしょこれすごいことが書いてあるすべ <laughs>、really、ての命令と掟をおうちなく行っていたいわゆる祭,祭司でもあったんです so,、ah、is walking とにかくすごい人なんですけどでもこの2人には子供がいなかったんです and, で7節に2人とも,もう年を取っていたと書いていますね。ねでもその時に天使が現れて2人にあのザカリアは2人にあと天使が現れてあなたは男の子を産むよその子をヨハネと名付けなさいという天使の言葉を聞くんです。And in that Uh, came to them and and just said, like, do not afraid. And the, the name, um, the name of the child, um, John. So, but after Zechariah listened to the message, have the message from.

神様の立法を落ち度なく行っていた人ですよ。そして、年に一回生涯に一回、この功をたくという祭祀の仕事ができるような人なのにもかかわらず、疑った。そう、彼は本当にいい人だけど、でも、 ねこれって本当にどういうことかなって思いませんか神様の命令を守っていたのに神様の言葉を疑ったんです。子供が与えられるよってとっても祝福の言葉ですよね。祈りが。

皆さんこう、立法を守ったとしても、良い行いをしたとしても、神様との関係がどういう関係かということが、この時、ね、よく表れていると思うんです。多分私は思うんです。ザカリアや エリザベスは立法を守るということに心が本当に捉えられていたんじゃないかなと思うんです。正しくあろうとし続けたのは素晴らしいよね。でも、子供があなたに与えられるんだよという言葉が受け取れなかった。 それは彼らは立法にかなうものになろう、正しいものになろう、そこに心がとられていたんじゃないかなと思うんです。Because I believe that 皆さん、祝福の言葉、素直に受け取れていますか have you received the 皆さんのクリスチャン生活、立法を守ることに心を捉えられてませんか自分は神の前に正しいか、良い行いはできているか、そのことを考えて過ごしていませんか私たちはこの立法から解放されるために救われたのでもあるんですよ。 私たちはキリストにあってもうど,どういう存在になったんでしょう私たちはキリストにあって義とされたって書いてある Christ, 私たちはもう神の前に認められてるんです 認められているのに私たちはいつの間にか認められようとして生きてないですか私たちも愛されている。十分愛されている。なのに愛されていないことを探してしまいます。 Loved by God. 私たちに希望が用意されている。でも希望がないように生きてしまう。However, we tend to live、uh, like we don't have any hope.、ね、私たちはこの神様の祝福の言葉を本当に立法,立法によって受け止められにくくなっているんですよ。We are なので、本当に悪魔にその思いをすり替えられないでほしいんです。Devil, uh, so、自分は神の前に正しいか正しくないかというこのフォーカスをやめて not、right、before, before God or not. 私たちはキリストにあって義とされたというところに立ち続けてほしいんです。But we stand on We are righteous in Christ. その時に神様の祝福の言葉を私たちは私のものだって受け止めることができます、so the ね、ザカリアのようにいやいやそんなそんな現実無理だしって言いたくなるけれどもはい神様私は受け取りますというものになりたいです信仰は自分が 強いか弱いか大きいか小さいかで測るものじゃないってことを知ってください。信仰すらも神がくださるんです。信仰すら神にいただくものですよ。そんな立法を一生懸命守っていたザカリアが疑いましたよね。 その後に書いているのがヨセフも疑います。ちょっとマタイによる福音書がより詳しく書いているのでここマタイを引用しているんですけれどもこれはイエス様が生まれる時ですよ。イエス様が生まれる時にヨセフにも疑いが起こるんです。 マタイの1の18からににも聖霊によってあなたは男の子をジごもりますよという言葉を聞くんです 1, she, she, でもまだ二人が一緒にならないのに男のに男子を身ごもるよと聞いて ヨセフはもうこれは石の石打ち刑になるからもうあのマリアと離れようという決断をおしをしますね。でもね、この疑う気持ちよくわかりますよね。 <laughs> ねそんなん結婚しててていなななのににあなたはもうよよっっるん been すねごく理解できます <I understood. S 2> でもその,歌その男の子を産むよって言った時と、マリアもえどうしてそんなことが起こりますかって答えます。So however, um, でも結果どうですか b u t what gonna, what happen？gonna did happen? 彼ら彼女は疑いました。Joseph and Mary had d o u b t イエス様生まれませんでしたか ?But Jesus was born, right? 私たちが疑うから神様の見心がならないということは ないということが励まされるんです、so so no、have, 皆さん信仰っていうこの領域を本当に広げてほしいです、so、expand the, expand 私たちがどれほど自分の信仰に頼ってるか、so、良い行いができるかに頼ってるか リップを守ることにすごい心がとらわれているか。もうだから三つ目です。神様は疑いを私たちの疑いを超えてでも働ける方です。God works beyond the doubt.、ね もうこれ面白いんですけど、えー、とザカリアもヨセフもそしてアブラハムもみんな子供が生まれるところに神様は働いてくださいま baby.

イエス様はいつもこのように私たち信仰がない人にこのように聞かれます。So who, ね、なんで疑うのって。神様はいつもイエス様はそう聞かれます。なんであなたは疑うのって聞かれる。この言葉に 愛情を見つけてほしいんですよ。イエス様は私たちを一度も責めたりしておられません。なんで私を疑っちゃうんですかって聞かれる。れれるその時私たち、私は思うんです。神を信じるよりも自分を信じてるってこと 自分はこのようになることを願っているのにそのようになさらない神様どうしてですかって疑っている、um, my desire, 私は自分のペース自分の願いということにフォーカスが行くときにそれを働いてくださらない 神様に対して疑いを持つんですよね。We will have doubt to God when we realize that、um, God is not working in our desire. だから知ってほしいことは神様のご計画と想いっていうのは私たちよりもはるかに大きいんですよ。So what we want to know today is his will, his plan is Higher than us. あなたがベストだと思っていることよりも、神様はもっとベストを知っておられるんですよ。あな knows your best beyond your plan。は今だと思っているかもしれないけど、神様は今じゃない、もっと良い時があると思っておられるんですよ。本当にそうです。だから私たちは神様は、いろんな試練を取る時あるよね。So that is why You know, ね、試練の意味は私は、ね、こうじゃないかなと思うんです。So, time, I, uh, 私たちがこの神様を疑ってしまうこのことを神,神,様,のこの神様を信頼するというところからずれているときに試練を通して神様はもう一度私と,との関係を 取り戻したいと願っておられるんですよだから今日も原点に帰りたいと思います。So、point. 私たちの信仰はどこから始まったかです。So, from where our エピソードの手紙2 8と9です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなたから出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。私たちが救われたのは

He God saved us by His grace. But when we experiencing the Christian life, we gradually forget about this, but just focusing on keeping the commandments. 初めはイエス様を信じたんですよ、皆さん。これが信仰のレースだとします。皆さん、イエス様を信じたのでここにいるんですよね。イエス様を信じてバトンをもらいました。信じて走ってきました。信じて走ってきたのにこれを で落とす時があるんです。そしてこの信じるということを置いて行いというバトンで走り出すんです。Faith, that, the, uh, でイエス様に愛されていでてるというていうバトンをもらってるのに Jesus,、like so、これ落として ルルーでで走り出すん恵みっていうバトンをもらってるのに。We got the button of grace。もうやらない。立法のバトンを持ち出すんです。But we drop t h e and we take the バトンを持って走ったはずなのに。We got a バトンだ。trusting in the word of God. 自分の願いというバトンを持ち出すんです。 神様はそこからこのバトルを持つことに気づかせ,づかづかせたいんですよ。God, God is, uh, だから問題や試練を通して神様はどこに帰らせたいか、信じるというところに帰らせたいんです。 分かってもらえますか第一ペテロの五の10節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって永遠の栄光に招き入れてくださったご自身があなた方をしばらくの苦しみののちで回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。1 Peter chapter 5:10 says、suffer a little while, the God of ここに書いています。その、えーえー、この苦しみのしばらくの苦しみの後で神は回復させて、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださる。It says, after a suffering a little while after the says a a God 本当にこのコロナもそうですけれども、本当仕事の中で、人間関係の中で、経済の中で、私たち理解できないことがたくさん起こって起こると思います。I believe that there are so many things that we cannot understand happens in pandemic, in our work, in our A family relationship. ね、信仰生活している中でどうしてこん,なかこんな苦しいことを僕たちは通るんだろうということを通ると思うんです。それは神様は本当に私のところに神様は戻ってきてほしいということを本当に切に願っておられるんですよ。 課題や問題で神から離れるんじゃなくてそれこそ神と強いつながりを持っていくこれ材料になるんですよ。だから試練の時本当にんにお勧めしたいのは本当に礼拝を本当に守り続けてほしいんです。

We can encourage each other. その先に神はあなたを回復させそして固く立てるものにさせてより強いものとしてもう動かない人に変えると書いています。And and 決して信仰は私たちのした行いによって比例して,して,して ことが神様の奇跡が行われるものではないということを知ってほしいんです。神様に本当分からないけど私はあなたのあなたを信用します、信頼します。この信頼関係を神様は回復したいと思っておられるんです。 We just trust in you. そして私たちが立法にがんじがらめになるこの世界から神様は解放させたいんです。そして、神様は解放させたいろんな出来事の中で本当に神様は解ないけどいんでなたを信神様はすその言葉が本当す。 この,この心がそのような心になっていくことを私は本当にいきたいと思っています。神様は私たちの信仰の大きさや強さによって応える方ではありません。 Size of face. だったらエリザベスにもあのマリアにもこんなことはされなかったと思います。さんあのエリリザベスががが信信信じじじじてててるるる神神神様様様ととマアあなたが信じている神様は同じですよ 自分の神様だけちょっとすっごい小さくしているでしょ <laughs>。<laughs> い,いえい,いえ、神様はあなたのベストをご存知です。そして、最も良い時を知っておられます。そう。 なので私たちはそのことが起こらないときに忍耐が養われるんです。実はそのときにイエス様の姿に変えられている最中なんですよ。だから自分の力で信仰を生み出すのをやめましょう。So 立法を守ることにがんじがらめになるのをやめましょう to 信仰は神の言葉から来ますこの神の言葉を聞き続けることをやめないでください本当にこの今のこのえっと この世界情勢の中で一つ問題になっていることがありますね。それは鬱の人が本当に多くなってきているということです。それは世界中が不安に襲われているんです、う。ん

だから世の中の声っていうのは本当に冷たく感じる時があります。で、um, really, um, ね、孤独になります。で、ね、子供になります。で、子供になります。で、子ます。だからになり もう一度その試練の時に神様の元に戻ってきてほしいんです。自分の力で回復しようとしないということです。ありのままでイエス様の前に出続けるんです。 その神様への,信頼,の姿信頼する姿こそ私たちはイエス様の弟子になっている姿なんですよ。皆さんには使命があるんです。皆さんには使命があります。神様の大きなご計画の一部に皆さんが選ばれているんです。 それを悪魔は一番よく知ってるんですだからあなたを失望させるんです悪魔がね立法を守れてないよって声が聞こえてくるんですあなた失敗したよねって声が聞こえてくるんですあなたどんだけ聖書読んでるのっていう声が聞こえてくるんです それらは全部悪魔の言葉です。あなたを神様は心から愛している。God loves you so much.God never gives up to you. あなたに奇跡を起こしたいと思ってる。God has desired to have miracle on you.God has desired to tell that God himself is love. それをことが起こらないことで神様から離れるというこの選択は悪魔の仕業です。そしてイエス様はそのことを全部ご存知です。そしてそんな疑いやすい私たちのそんな私たちを憐れんで恵んで恵み深いから 私たちは救われただけです。皆さん、諦めないでほしいんですよ。神様は疑いを超えて働けるんです。あなたのコンディションに関わらず働く方です。それよりも私たちは、 イエス様、本当に無力な私を憐れんでくださいと祈るものになりたいです。So、me, だからこの御言を持って帰ってください。So this, um, 部下による福音書18-27です。18, イエスは言われた人にはできないことが神にはできるのです。 皆さん、自分自身、諦めている人がいたら、本当に励ましたいです。自分を諦めること、大賛成です。神様の出番が来ました。神,神様はあなたの願いを。 ね、なんか保留にされていることは一つもありません。ル u a の1の37神によって不可能なことは一つもありません。Luca says, for nothing will be impossible t God. 私たちが信じている神様は天地を作られた方です。God, その辺に石で作ったような人間が作るような神ではありません。無から有,有を生み出せる方なんです。光あれって言ったら光ができるお方なんです。Said, その方があなたの人生に関わらないわけがないでしょう God, that one h o the creator, tried to Um, have relationship with you. 本当に神様に対する概念を変えてほしいです。I want you to the image of God. 神の愛は本当に大きいです。His love is big. このお父さんの胸に飛び込んでほしいです。We can jump into this Father. 見,える見るところによらず、本当に見えない神様を本当信頼して歩んでいく、本当に私たちでありたいと思います。

何にも目の前にないかもしれないけどここに神様が You を生み出す方だって言いましょうよ。現実信仰からみ言ば進にみんながなっていくことを私は本当に祈っています。神様はみんなを世の中の価値観から取り戻したいんです。神様は 一般常識というところから解放させたいんです。祈りましょう。S <S 目を閉じてください。間を持ちましょう。お会いしましょう。 祈りたいことがありますなんか自分を責めてる人がいるように感じます。自分を見て足りないところを見つけて自あは、足りないなってずっと責めてる人がいるように感じます。たは、あなたは、あななたは、あなたは、あは、なな

そして何よりもイエス様は悲しんでおられます。そしはそあなたが自分を責め続けていることを悲しんでおられます。イエス様は怒られたのはその責めからの責めを追うために。

今日、イエス様はあなたを本当に立法と呪いとこの責めから解放させたいと思っておられます。Desired, あなたは恵みによって救われたんだよ。あなたが素直に信じたことを私は知ってるとおっしゃいます。 今違うバトンを持って走ってるかもしれない。でも今日この言葉を聞きにあなたは来た。それを知ってると主はおっしゃっています。今日本当にイエス様の中で自由になりたいという人。自分を責める人生を終わりにしたい。 その人たちは本当心,心からイエス様に応答してほしいと思います。To Jesus about 今日イエス様の前にもう一度立ち返りますという方がいたら教えてください。しし Can you r a ありがとうございます。ありがとうお祈りします。Amen. イエス様本当、今日もあなたが働いてくださっていることありがとうございます。イエス様あなたは優しい方です。あれれ深い方です。私たちを決して諦めない方です。私たちはついつい本当に人間の価値観で信仰生活を歩んでしまう弱いものです。 神様が今日も気づかせてくださったことありがとうございます。あなたを疑ってしまう本当に弱さを本当に許してください試練を通してその問題から試練の中で本当神様、から離れることを選びやす。い私たちを許してください イエス様あなたの愛は恐れを取り除くとあります。God, the Bible tells us that love, your love covers o fear. それぞれが本当に、エス様が私のために死んでくださったこの愛を本当に望みを置くことができますように。 何よりも本当この攻めから解放させてください。立法から解放させてください。人間的なこの価値観から解放させてください。そしてここにいる、またオンラインで聞いている全ての人に信仰が与えられますように。信じる霊を与えてください。 The Spirit, Holy Spirit. そして何よりも私たちがこんな不完全なのに今日も恵みをくださるしゅうありがとう。Ga thank you that no matter how imperfect we are, but you give us the future. こんな不完全なのに私たちに将来を用意するとおっしゃってくださる神様、心からありがとう。We imperfect that you said you're giving us the future. Thank you. あなたを信頼します。I trust in you. 疑いを超えて働いてくださる神様に信頼します。一人一人の本当内側にあなたがもう一度生まれてくださいますように。One, us, will, um, イエス様のお名前で祈ります。a m メンありがとうございます <Thank> えと。じゃあ宣言文を一緒に読みましょうか。